んばんは、木村です。今夜も業界話をしていきましょう。テーマはスポーツ化。さて、スポーツ化とは一体どういうことなんでしょうか。最近ちょこちょこ話題に上がってますよね、うん、超ディスクアッパー選手権、はい、まあ面白そうなんですかね、わかんないですまあ木村さんにはほぼ関係ないそうですね、カテゴリーになっちゃいますか。俺はもう諦めましたからね福田さんはどうですか、お客様でこの人はまあ目押し力が高いなとか。いらっしゃいますね。うん、1回の大当たりの出玉がコンピューター上で分かるもんですから、はい、ああうまい人に今日持ってかれちゃったなっていうような、なるほど、そういうのはもうデータで分かりますんで、昔から疑問なんですけど、うん、それっていうのはメーカーさんはそれを見込んでというか承知の上でそう作ってんのか、それともどう作ってもそういう攻略っていうか糸口が見つかってしまうのか。技術介入をすれば例えば 100% の出率になるよっていうものでも、特にパチンコなんかされないお客様とかの方が圧倒的に多いんで、実際蓋開けてみるとまあ非常にこう出づらいというか辛い機会になってしまうっていうケースを逃れるために、まあちょうどこの中間その辺の割合を考えて計算してるっていう話は聞いたことあります、うん、パチンコメーカーさんもぜひその、うん、ね、超北斗無双選手権で見せる同じサミさんあったら、なんでお前ディスカップだけなんだよ、北斗無双もやりゃいいじゃんっていう。そうですね、あれも結構ね介入度高いですよね、あれね。魚拓さんなんか目押しだとちょっとあれかもしれないですけど、立ち回りだったら、立ち回り選手権があったら優勝するんじゃないですか。福田さん、俺のあだ名知ってますか地蔵っすよこの番組はコンコルドグループの提供でお送りいたします。今週もやっぱコンコルド。コンコルドグループ謎のボスが用意した6人のセクシーアイドルユニット、その名もシックスハンターデラックス。今回登場するのは大月響き。さあ今週も始まりました、魚拓とシックスハンターデラックス。今週は木村魚拓 VS 大月響きの対決の模様をお伝えしてまいります。そして実況席には今週も新入社員さんが来てくれております。それでは自己紹介をどうぞ。メガコンコルド1020カリアチ流店から来ました松岡由紀穂と申します。サッチーと呼んでください。はい、サッチーよろしくお願いします大月さんが2勝10敗というちょっと成績が悪いんで大月さんに幸せが来るようにね、サッチー応援してください、はい、サッチーお願いします。はい、頑張って応援します、はい、本当にお願いしますお二人にはそれぞれ100ポイントずつのライフポイントがあります。そして大当たりをするごとに相手のライフを削ってまいります。そして指定されたポイントに立ちますと様々な指令をクリアしていただきますが、今週の指令はこちらとなっております。幼虫って何ですか。いや、幼虫を食べる、はい、産むか食べるかどうか産むか食べるいやでもね、2020年どうなるか分かんないんで、頑張っていただきたいと思います、はい、さてお二人が対戦する台こちらとなっております。今回の対戦台は継続率とボリュームを兼ね備えた超ウルトラ級の衝撃パチンコウルトラ6兄弟が光の戦士が放つ先行 V スペックを搭載し登場です。さてバトルがスタートしております。ウルトラシリーズがまたまた登場ということになりましたね。そうですね、セブン台ですね、はい、うん、そうですね、はい、この一つ前にセブン小当たりラッシュがついていた台ですね、はい、で緑堀です。ああそうですね、堀尾の色が緑に変わっております。これ結構ね、後でも保留編があった後になりましたね。おっと、ちょっと待ってください。いきなり木村さんが大チャンスを迎えております赤保留です。まあただね、早い段階のこの赤保留はどうですかね。でもビジネス3回目まで来ましたね、ウルトラマン太郎のロゴで、まあ、多分最終のバトルまでは行くとは思うんですけどね、うん、左の画面にはウルトラ6兄弟のチャージがしておりますね、はい、これ揃いますと、ウルトラフラッシュが発生します。そうですね、これ導入前ですよね。はい、はい、じゃあ俺日本で一番速いあたりをもしかしたら本当にそうなるのかどうかさあ太郎のバトルということになりました。でもこれ、はい、アイザーカーがスタンバイっていう状態になってるんですよ。そうなんですね、これがですね、もうちょっと色が変わってくるとアイスラッカーが飛んできて保留をこう切り裂いてもっといいものにしてくれる。で、タローはこれタイラントとバトルしておりますが、セブンが共闘しますとチャンスアップです。なんだろう、なんか怪獣が、さあ木村さんは
チャンスです。あーと大月これもらったわ、当たっちゃう感じでしょうか。セブンですからね、はい、これあの兄弟のリーチによっていろいろ変化はあるんですが、セブンが来るのはもう間違いなくチャンスになります。なるほど、ちょっと大月さんもドデカ、木村さんもドデカゴリフで赤、大月さん紫ですね。赤の方がこれはチャンスアップですね。いいですね、これはチャンスですが、はい、かなりチャンスですよ。さあまずは木村さんの方、ウルトラマンタロウとタイラント、そして坂野京都押し込め、あ来ましたね、大当たりです。震えております。そして頭上からはセブンが登場しました。揃ったのは4です。はい、これはまだ大丈夫です。ここから図柄が変化するかどうか。あ、4のまま。これラッシュの突入率は何パーでしたっけ。これは 50% です。 50%、 はい、まだチャンスあるのかな。チャンスありますよ、後で説明しましょうか。いきます。え、あ、ちょっと待ってください。ブラックアウトからのラッシュ獲得ということになりました。なるほどなるほど、こんなタイミングであるの。大月さんまずいですよ。さあ大月さんもここで共闘できれば大チャンス。お、来ましたね。あ、セブン来ました。はい、あ、ちょっと待ってください。これは両者ともにこの初当たりが非常に早いという感じになりそうです。なんか去年の大月さんではここで外れるような気がするんですけど、なるほど、さあやっつければ大当たりです。さあどうでしょう、押し込め、やっぱりダメ外れましたね。いや、まあ、まだ、あ、逆転はある、一応逆転優勝はあるかもしれませんが、あるあるよ、あるよ、ゼロじゃない、ほらあるよ。どうでしょう、止まりましたね。福田さんの予言の通りということになりました。去年から変わってなかったですね。よかったね。あれ外せって言われる方が大変だ。なんでこうなっちゃうのかしら。あのオープニングでも言いましたけど、2勝8敗なんでね、大月さんはここまでの対戦成績が。やばいですね。さあそして木村さんがラッシュに突入しております。100回中に、55.8分の1、56分の1を当てれば、はい、継続という形になりまして、それはじゃあ継続率は何パーぐらいになるんですか。トータルすると 85% です。でしかもその右打ち中の当たりの 70% が1500発払い出しの10ラウンドということになります。あ、風が出ました。あ、じゃあもう、はい、喜んで大丈夫でしょう。はい、見事に大当たりということは、はい、そうですね、そうですね、もうピンフラッシュまで、しましたね、はい、さあマックス10ラウンド1500発ということになりました。先に指令やってていいぞ、順番に、ね、そんな雑な感じでやんないで。今回のバトですけど10ラウンドの当たりで、10ポイントとさせていただきます。10ラウンドで10ポイント、はい、そっち、はい、頑張ってください。上手振りまいてください。当たりきました。あ、なくなっちゃったこれは。さあそして何ラウンドでしょうか。アイスラッガー役物、あ、1500かなこれは。来ました、来ましたね。ああ。いやでもやっぱ気持ちいいですね。そうですね、やっぱコンコルド。愛知県からのインフォメーション、1111ブレイズ店ではおきどき全114台高評価動中。パチンコウルトラ6兄弟11台、ビッグドリーム2激震3台、スカイガールズゼロの翼4台、近日投入。メガコンでぜひお楽しみください。1177大渕41号通り店ではパチンコウルトラ6兄弟20台、ビッグドリーム2激震3台、リング強襲の連鎖2台、スカイガールズゼロの翼2台近日投入。皆様のご来店をお待ちしております。1220名古屋港23号通り店ではパチンコウルトラ6兄弟15台、ビッグドリーム2激震3台、パチンコ新鬼武者狂気乱舞ライトバージョン1台ほか、ご覧の機種が近日投入。
1020トヨタインター店ではパチンコウルトラ6兄弟16台、ビッグドリーム2激震5台、パチスロ花伝3台、スカイガールズゼロの翼2台、近日投入。休日もメガコントヨタ店でお楽しみください。880愛妻姫の駅前店ではパチンコウルトラ6兄弟10台、パチンコ新鬼武者狂気乱舞ライトバージョン1台、リング強襲のレーサー1台、スカイガールズゼロの翼2台、近日投入。下店ではリング強襲の連鎖、海物語3、2台、ツインループ花満開、日暮らしの泣く頃に巡りほか、ご覧の機種が導入完了。スロットコーナーデータランプリニューアル完了。スマートコンコルド碧南店では海物語3、3台、日暮らしの泣く頃に巡り高評価動中。週末もやっぱコンコルド、スマコンで皆様のご来店をお待ちしております。やっぱコンコルド、各店では皆様のご来店をお待ちしております。初回あたりの振り分けがちょっとね、まだ皆様にお伝えできなかったと思いますので、じゃあ詳しい結果を説明いたします。はい、大当たり確率は319分の1、はい、そして、ラッシュ突入は 50%、うん、そしてキーラッシュですとラッシュ行かないと時短が10回なんですけど、はい、テザー保留と合わせて14回、はい、14回中にこれは確変とかではないんで56分の1を当てればいいと、そしたらラッシュへ行くんで、つまり右打ち中の確率はラッシュ突入していてもしていなくても 55.8 分の1。そうなんです、ということになるわけですね。そうなんですね、うん、面白いですね。ラッシュ行かない 10回時短でも 22% の当たり率があると。4回2回ぐらいは引き戻せるのと、厳密に言えば14回の ST って考えればいいですね。そうですね、そうです。あ、なるほど。ラッシュに入らなくても14回 ST があると思っていただいて大丈夫です。じゃあ到達すると 61% が突入率になります。ラッシュ突入率 61%、はいはい、あ、レインボー、レインボー保留です。いや、もうこれは、あ、しかも赤同色のチャンス目が来ておりましたね。もう大月さんの見せ場はありましたんで、もう、はい、お仕事は、これはもう、何もしてないんですけど、仕事終わった、もう仕事終わったってないですよ。何が起きてるんですか。大月さん最速で多分、はい、そうですね、負けてしまうというか、このウルトラ6兄弟のスペック同様、最速でおそらく幼虫まで行くんじゃないでしょうか。幼虫だけは避けたいです。私虫は本当に無理。コンボ、コンボストップしましたよ。ということは、はい、保留内に当たりがあるということですね、これね。うわ、こういうことがあるから、14回のその ST でも、そうですね、まあ、引き戻しがあるということですよね。はい、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 お見事です。またですか。現在、誘惑ポーズから筆耳かきまで来ております。筆耳かきはどっちがされるんですか。俺がする。あ、私がされるんです。大月さん耳ダメなんですか。耳ダメですし、恥ずかしい、裸になるより耳なんか見られるの恥ずかしい。もうちょっと初当たりと合わせて5回当たってるということですよね。めちゃめちゃ早いっすね。しかもね、10ラウンド1500発ばっかり取れてるというね、これも即当たりエースですね。ちょっと後半のエースも見たいんですけど、木村さんも引きが早くて50回までいかないですね。どうでしょう。あ、今回は4ラウンドですね。エースモードを変えました。はい、これは初代のウルトラセブンのエースですね。そうですね、懐かしいやつですよね。アーモンファイト、はい、前作にもこのエースがありましたね。はい、さあどちらか、まあ、いませんでした。まずは最初に後ろに1号機、3号機が登場するかどうか。さあ保留変わってますよ。赤保留、赤保留からのファイト。あ、セブンです。この時点で、大当たり濃厚でございます。めちゃめちゃいいな、これ。さあセブンは横切るのかどうか。あ、7に変わった。
参りました。10ラウンド1500発です。さあ大月さん、ついにチャンスが来ましたよ。大月さん来ましたか。ええ、お保留変化、はい、紫に変わっております。はい、紫の上赤ですね。赤よりは低いんですか。はい、赤より低いですよ。でこの台 OK ブラウンドなんですけど、激アツ柄はゼブラとなっております。チェッカーではなくゼブラです。はい、さあ大チャンスなんですけどね。エースですね、ヒットリット星人。はい、エースはですね、このバトルに勝利しますとラッシュ濃厚かという感じになってます。ゾフィーだったらもうその時点でかなりご信頼度高い。なるほど、感じです。さあセブンが共闘するかどうか。助けが来るか。どうでしょう。俺はコンボストックしました。終わっちゃった。これ本当に、番組が尺が足りるのかという感じでパーフェクトにいきそうですね。はい、見事に倒しまして大当たりとなります。いやー大津さん、まずい。まずい、非常にまずい。やっぱコンコルド。愛知県からのインフォメーション。1280稲沢店ではパチンコウルトラ6兄弟20台、ビッグドリーム2激震5台、リング強襲のレーザー1台ほかご覧の機種が近日導入。令和2年もやっぱイナコン。800春日井店プラスではパチンコウルトラ6兄弟16台、ビッグドリーム2激震4台ほかご覧の機種が近日導入。15日水曜パチンコ7機種14台、スロット2機種2台投入完了。800一宮美山インター店ではパチンコウルトラ6兄弟10台、パチンコ新鬼武者狂気乱舞ライトバージョン1台、スカイガールズゼロの翼1台ほかご覧の機種が近日投入。1020刈谷地流店ではパチンコウルトラ6兄弟12台、ビッグドリーム2激震3台、パチンコ新鬼武者狂気乱舞ライトバージョン、リング強襲の連鎖近日投入。西尾店ではパチンコウルトラ6兄弟近日投入。パチンコガラスの仮面日暮らしの泣く頃に巡り好評稼働中。週末はやっぱヨネコン。345吉浜店ではスカイガールズゼロの翼近日投入。劇場版魔法少女まどかマギカ新編反逆の物語近日増大。やっぱコンコルド。岐阜県からのインフォメーション。1515大垣インター南店ではパチンコウルトラ6兄弟6台、ビッグドリーム2激震2台、スカイガールズゼロの翼2台近日導入。メガコン大垣店で皆様のご来店をお待ちしております。777岐阜和島駅前店ではパチンコウルトラ6兄弟7台、ビッグドリーム2激震3台ほかご覧の機種が近日導入。七コンでお楽しみください。コンコルドグループでは話題の新台パチンコウルトラ6兄弟近日導入予定。お近くのコンコルドグループで皆様ぜひお楽しみください。やっぱコンコルド。各店では皆様のご来店をお待ちしております。ここまでね、圧倒的な展開になったのでこの辺りで流れを変えたいと思います。で、大月さんの指令をここで一つ挟みましょうか。木村さんの膝に頭を乗せていただきまして腕耳かきをされつつ、はい、うん、はい、そこで木村さんを誘惑するポーズを取っていただくと。そこで誘惑ポーズ、はい、はい、誘惑ポーズ、ん？いきますよね。でもこっちが驚くわ。あの、ゆっくりめで。ゆっくりめ、はい。点じゃなく面でお願いします。大丈夫です。もう十分誘惑されました。大丈夫ですか。これ面白いですね。ね。耳の中になんかいるような感じ。幼虫ですか。幼虫幼虫。まあ大月さんが当たりを引くというよりも木村さんが止まるかどうかですね、はい、ここが今一番重要なところになっております。あと30ポイントですね、はい、あと30ポイントです。それしかないんですね、はい、行きましょうか。さあ流れが変わったかどうか、バトル後半戦です。
さあせっかくの大月さんのね指令が挟まったところなんで、木村さんがねこの辺りで本当に止まってくれるかどうか、それとも 85% 継続を続けていくのかどうか。とりあえずタイトルは変わっておりましたが、ゾフィー、あ、ゾフィーのリーチ、あ、ゾフィーのリーチはそれだけで一応チャンスアップですよ。本当ですか。はい、やっとゾフィーガードンはチャンスアップです。この時点で4%、はい、オーバーの大チャンス、赤になりましたよ、はい、さあ赤保留、やったー、シルエットも赤ですねこれね、チャージのね、あ、赤になりました。どうでしょう、これでセブンが来たらもうおそらく大丈夫じゃないか。本当ですね。チャージの方も一つ手前まで来てますね。もう一つ上に、あー行きましたね。これは大月さん来ますよ。来る、これはもう大チャンスです。あ、これは当たるでしょう。あ、当たりですよね。はい、当たるでしょう。すごいですでも俺先に当てればいいんですよね。そうです。ちょっと待って、ちょっと待って あの 見よう私のやつさあどうでしょう、ゾフィーカットイン紫ちょっと弱いんですけれども、まあでもこの時点で当たってほしいなと。俺当たりました。あ、ちょっと待って、いやまだ、ね、まだどっちかですよ。待て、最終的にこう勝って三つ揃いになるまでですから。なるほど。いいペース、いいペース、どっちだどっちだどっちだ、よし、はい、大月さん外れ、大月さん外れ大月さん外れました。いや、ゾフィーリーチ外しました京都まで行っといて、なんですか今日いや今日じゃないよ、いつもだよそして木村さんが大当たりをして、これが10ラウンドだったらもうパーフェクト勝利。もうでももう一回打っていいんですよね。まだそれ入るか、4ラウンドで止まっている。これは4ラウンドの当たりですね。視聴者の皆様に不甲斐ない私を謝っていただいて。まさにジョーカーはそうじゃないですか。尻で謝ればいいんじゃないですか。尻文字で。ごめんなさい。尻文字、それともお尻で踊りで表現するってこと。踊りで表現しようかしら。そういうこと。全国の皆さん。許してください。ギブアップ。そしてまたあと一つ、SNS の告知がありますんで、はい、そちらもしっかりとクリアしてください。ごめんなさい。視聴者の皆さんは、おそらく12月の中頃の、大月さんのツイッターを見ていただければ、載ってると思いますので、来週もこのお二人の対決ということになっておりますので、大丈夫、もう自分が分かんない楽しみにしていただきたいと思います。それでは今週はお別れします。さようなら。バイバイ。この番組はコンコルドグループの提供でお送りいたしました。今週もやっぱコンコルド。